カートゥーンネットワークカートゥーンネットワークカートゥーンネットワークとはアメリカを本拠地に世界展開を行っているアニメ専門チャンネルであるカートゥーンネットワークスタジオで制作されたカートゥーンネットワークオリジナルアニメも放送している日本では伊藤忠商事との合弁によって設立された衛星一般放送事業者のジャパンエンターテイメントネットワーク 2013年4月1日より、ターナージャパン株式会社に、社名変更により運営を行われている、2011年現在、ターナーの100%出資。1997年9月1日より、パーフェク TV、現、スカパー、プレミアムサービス、標準画質と、ディレク TV、JCOM 系、ケーブルテレビ局の一部にて放送を開始。 2002年7月にはスカパー。2、現、スカパー。統計110度 CS 放送、衛星機関放送事業者はスカパーエンターテイメント。2009年10月にはスカパー。HD、現、スカパー。プレミアムサービ、ハイビジョン放送の衛星一般放送事業者はスカパーブロードキャスティング、スカパーエンターテイメントでも放送を開始した。 このほか、JCN など他事業者系列の CATV や光 TV などの IP 放送でも視聴可能である。開局当時にアニメを放送するチャンネルとして、キッズステーション、ファミリー劇場、LED エストルコリラ、チャンネル猫などがすでに存在したが、いずれもテレビドラマや時代劇、幼児向け教育番組などとの混合編成を取っていたため、 24時間アニメのみを専門に放送するチャンネルはカートゥーンネットワークが初めてであった。初期、日本放映以前の短編シリーズのトムとジェリーやルーニー・トゥーンズのようなセリフを必要としない、いわゆる無声映画作品や日本製作作品を除き原則として吹き替えに過酷語放送が割れており、カートゥーンネットワークジャパンでは、 英語教育教材としてのチャンネル契約も見込んでいる。2001年には、米カートゥーンネットワークスタジオ、旧、ハンナ・バーベラプロダクション制作の新作アニメである、パワーアップアフガールズを、日本の地上波 TV アニメ番組として供給、テレビ東、ナズと共同制作を行い、自局外での番組制作に進出。2006年1月1日午前0時より、 ロゴデザインの変更、口実や公式サイトなど、ステーションフォーマットの大規模なリニューアルを行った。また、2009年7月より、横浜、八景島シーパラダイスとタイアップを実施し、同施設のアトラクションにカートゥーンネットワークで放送されている海外アニメキャラクターが描かれたり、同局のモバイルサイトなどと連携した検証企画などが実施される、2011年7月。 中旬で終了など、日本法人独自の運営が行われている。2011年10月1日からは、アメリカ本国と同じロゴマークに変更し、公式サイトもリニューアルした。リニューアルに先立ち、スカパー、スカパー、E2 等で宣伝するチャンネルプロモでは、新ロゴで、ランナップを紹介中。また、スカパー、HD も1日から、光 TV と同じ。 カートゥーンネットワーク HD に名称を変更。2012年6月18日にスカバー。E2、現、スカバー。にて、16、9の価格情報を付加し、フルサイズの SD 放送を開始した。2014年4月1日に JCOM にて、ハイビジョン放送を開始した。2014年5月31日スカバー。プレミアムサービス。 標準画質にて SD 放送を終了したが、スカパー。統計110度 CS 放送の SD 放送は、引き続き継続放送されている。2014年12月1日に、JCOM のケーブル多チャンネルサービス、JCOMTV スタンダード加入者向けに、未放題 VOD、ビデオ,オンデマンドパック、カートゥーンネットワークオンデマンドを提供開始され、 同年12月にカートゥーンネットワークのプレスリリースが廃止された。2015年6月1日にチャンネル名称がカートゥーンネットワークから海外アニメ、カートゥーンネットワークに変更された。2016年4月1日に小規模なリニューアルが行われた。2016年11月1日午後2時より JCOM ムオンデマンドによる海外アニメ、 カートゥーンネットワーク HD は、JCOM TV スタンダードプラス、スタンダードに、ご加入のお客様向けに追加料なしでご視聴をいただけるチャンネル、オンデマンドの提供を開始した。2016年12月1日、スカパー、プレミアムサービスの衛星一般放送事業者が、スカパーブロードキャスティングからスカパーの衛星機関放送事業者と同じ、 スカパーエンターテイメント変更。2017年4月1日に小規模なリニューアルが行われた。2018年秋にスカパーの他チャンネルによる HD 化に伴い、物理チャンネル変更。ND22ND612.961GHz12.371GHz。画質は標準画質のまま。番組内容は、ハンナ・バーベラプロダクション。 メトロ、ゴールドウィン・メイヤース・タジオ、ルーニー・チューンズといったターナープロダクションが保有するアニメ作品と近年のバットマンシリーズといったワーナーブラザースアニメーションの作品1996年にターナーブロードキャスティングシステムがワーナーに買収され同一資本家を中心とした欧米のアニメ、カートゥーンがほとんどで日本の多くの視聴者には 海外アニメ専門チャンネルとして認識されている。なお、トムとジェリーやチキチキマシンボーレースなど日本で1960年代に地上波放送された際に制作された日本版オリジナルの主題歌は省略、存在しないものとされている。開局から1年半の間は、日本のテレビアニメ、主に英検、キティフィルム、スタジオピエロ、ナズ、アシプロダクションの制作。 著作作品が多く放送され、放送時間やタイトル数では外国アニメを上回っていた。しかし、カートゥーンネットワークジャパンは1999年4月より日本作品の放送を平日6作品に止め番組編成を外国作品中心に変更している。日本の地上波テレビではほとんど見られなくなった海外アニメが多く放送されていることから 海外アニメの愛好者や子供時代に海外アニメを見て育った世代には特に人気がある。2003年以降には番組のほぼ全てが外国作品で占められるようになった。近年、韓国やフランス、カナダなどのアニメも取り入れている。2004年での日本作品の放送は2番組のみで、積極的に日本のテレビアニメを放送している他国の カートゥーンネットワークとは逆の経緯をたどっていたが、2005年から、主にタツノコプロや手塚治虫原作のアニメを中心に、再び増加の傾向にあり、2011年時点で7番組の日本アニメが放送されている。後日、海外アニメを中心に扱うため、バレンタインデー、クリスマス等の西洋の年中行事には、時間帯に関係なく、テーマに沿った内容が放送される。 また、それとは別に、バービーの発売された毎年3月には、バービーバースデーとして、バービー作品が放送される。2011年3月は、休止し、他の作品を放送した。2015年12月20日では、1989年に、公開された、バットマンただし、日本語吹き替えでは、テレビ朝日版を放映されたが、 追加録音によるノーカットでの放送はされておらず、地上波や BS で放送されたようなカットでの放送がなされた。番組の合間には企業 CM のほか5分程度のショートアニメやミニ番組、アニメに関連する特にアメリカのミュージッククリップ、各番組ごとに独自制作された番組宣伝 CM、独自の10秒 CM が否定多いアイキャッチが挿入される。 番組宣伝 CM は、ただ単に放送時間を紹介するのみでなく、映画の予告編のような雰囲気を出したり、作品中の場面を編集とナレーションによってストーリー持たせるなど視聴者の興味を引くように作られており、それらは視聴者からも好評である。次曲、ターナープロダクション保有のキャラクターを起用した企画として、 1997年後半 -1998 年前半にかけて、三菱自動車工業とタイアップし、同社の自動車と CM への出演を景品とした検証を追った後、当選者の一家がアニメキャラクターに扮し、自動車でピクニックに出かけるという筋書きの短編アニメを制作して CM として放送したこともある。これとは別段で、同時期に、 ターナープロダクション系作品のキャラクターが、パジェロなど同社乗用車の地上波 TV 向け CM に起用されている、チキチキマシンモーレース、トムとジェリーなど、余談ではあるが、同時期、1998年10月から1999年9月に、原始家族、フリントストーンの実写映画版である、フリントストーン、モダン石器時代をモチーフとした、キャクター、俳優と、 テーマソングがホンダキャパのテレビ CM に起用されていた。カートゥーンネットワークでの放送にあたり、地上波未放送エピソードの追加や言語に合わせた番組タイトルやキャラクター名の変更、それらに伴う新たな吹き替え作業が行われた作品もある。しかし地上波での放送の際に日本で独自に作られた主題歌は権利問題により放送されない場合もある。 また、アメリカでは、現地の年齢制限にして18歳以上対象のアニメを放映するアダルトスイムゾーンがある。この枠は、南米、欧州には進出しているが、日本への進出は2015年8月現在未定となっている。カートゥーンネットワークジャパンでは、日本の作品も主にカートゥーンの要素を持ったものを選んで放送している。 このカートゥーンの要素を持つアニメというのは子供向けアニメ、ファミリー、一般向けアニメで、ギャグやコメディを主体とした作品や、海外アニメのような絵柄の作品を指しているが、その他のジャンルや層に向けたアニメでも、ギャグやコメディの要素が作品にあればこの範疇に入れられる。百九十九年から二千年初頭までに、日本制作、国産のアニメ番組の放送はほとんど収束し、 海外アニメに力を注ぐが、アシプロダクションの作品だけは2002年度まで長期にわたり、放送が継続された。しかし決して優遇されていたというわけではなく、一部の作品では、アイキャッチや番組宣伝 CM が制作されないまま、放送が行われたり、広告チラシにアシプロダクション作品の掲載がされたものの実の放送が遅れるなどといった問題点が見受けられ、 むしろ軽視している印象を視聴者に与えていた。実際、曲制作のアイキャッチには、日本的アニメのヒーローが叫んでいるシーンを見て、ニガムシを噛みつぶした表情をする、ジェットソンが登場するものが存在する。2000年以降は、アニメ制作の受託でワーナーとの関係が深い、東京ムービーや、海外作品の日本語版を制作している、東北新社のほか、タツノコプロアニプレックス、 アニマックスとは、兄弟会社タラモバイルエンターテインメントの作品も放送されている。ただし、放送形態については次回予告がカットされたり、アイキャッチが曲制作のものに差し替えられることがほとんどである。さらには、最終回を待たずに放送が打ち切られた番組があった、ことから一部で批判があった。ただしカートゥーンネットワークは、月単位で番組を変える方式のため、 放送月中は何度も繰り返し放送し、放送月が終了すると、話の途中でも放送を打ち切るので、これは日本製アニメに限らない話である。もっともこれは、第何話から見ても問題ないカートゥーンだから問題ない話であって、第1話から最終話まである程度連続性を持たせていることが多い日本のアニメの放送方式として、そぐわないのは事実である。2005年には、 プロダクション IG と共同で SF アニメイグプックスの制作を行い将来的には日本のアニメ制作会社と組んで同局発のオリジナルアニメを継続的に制作していきたいという意向が表明された過去の担当者現在の担当者番組放送中は画面右上にチャンネルロゴのウォーターマークが表示される以前は 作品のオープニングが流れた後の本編部分のみ表示されたがその後は番組前編にわたり表示されるようになった。また2011年9月30日まで正月やハロウィーン、クリスマスなど季節に合わせてウォーターマークの色などが変わることがある。カートゥーンネットワークが運営しているアイモード上の 有料動画配信公式サイトで2008年11月17日よりサービス開始されている。配信されている作品の大半はカートゥーンネットワークオリジナル作品である。また、日本で放送される前の作品がカートゥーンモバイル TV で先行配信されることがある。クラスメートはモキーなども先行配信されていた。BR カートゥーンモバイル TV では キャッチアップストリーミング機能がある。これは番組編成の時間の途中からでも番組を最初から視聴できるというのである。例、20時15分に番組にアクセスした場合、20時から始まる番組を最初から視聴できる。BR アクセスは i モード対応機種のみとなっている。2000年代2018年4月現在、公式サイトにラインナップされている作品は太字で示す。 は、旧カートゥーンカートンズ、は、旧ブーメラン、は、旧トーナミ、は、旧六字で、ショー、は、カートゥーンエクスプレスでラインナップされている番組。厳密には、ハンナ・バーベラ作品にも分類できる、デクスターズ・ラボ、カウ・アンド・チキン、ジョニー・ブ・ラボ、パワー・パフ・ガールズに関しては、カートゥーン・ネットワークオリジナル作品のを参照。急増名は、ピポラ・ペポラ。 ショートストーリーズ、カートニーと、カートゥーニーと、2014年現在公式サイトにラインナップされている作品は太字で示す。は、日本製作作品。2014年現在公式サイトにラインナップされている作品は太字で示す。は、ブーメランで放送。は、東南で放送日本のカートゥーンネットワークでは一度も。 放送されていないが、海外のカートゥーンネットワークでは放送されている日本製作のアニメは日本製作作品楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。